前回に引き続き、トスの中盤を支える手塚康平選手と森谷健太郎選手によるゲンゲンテアク。同じポジション、選手としてお互いどう思っているんでしょうか。お二人は共に中盤の選手としても活躍されてますけれども、お互いのプレーを見てここがすごいなって思うところありますか。ポジショニングの良さっていうか、練習だとマッチアップする機会もあるんで、こうマークついてたりするとすごい嫌なとこに立たれるっていうか、どっちついたらいいんだろうってこう迷わされるポジショニングを取ったりして、なんか頭を使ってやってるんだなっていうところがすごいなと思います。森谷選手、このプレーするときに心がけていらっしゃる部分っていうのは、体も大きくないですし、身体能力も高くないので、めちゃくちゃうなずいてね。でも後輩も共通するところだと思うんですけど、ポジショニングで相手よりも有利な場所に立ってボールをもらうとか、相手に体を触らせないようにプレーするっていうのは意識してやってます。では、そんな森谷選手は手塚選手のどんなところがすごいなとかって思われますか。一緒に今プレーする機会が多いですけど、そういうところで同じイメージを持ってプレーができているなっていうところもありますし、あとは左足のキックは多分 J リーグでも多分100番以内に100番ハイな方ですね。でも本当に優秀な左足を持っていると思うので、そういう選手が仲間にいるのは心強いなと思います。そんな似た者同士な2人、実は小さなお子さんを持つパパという共通点が。一緒のダンススクールに通ってるんですよ。で、時々迎えに行ったりするときに一緒になったりもするんですけど、そこでなんかすごい一緒に話したりしてるのはありますけど、パパ友的な要素もあるんですね。お子さんちなみに何歳でいらっしゃるんですか。僕の娘は今4歳です。手塚選手は3歳です。サッカー選手であるパパのことも認識してくれてますか。そうですね、最近はすごい常に練習に行くときも今日勝ってねって言われるので。練習のときもです、ね、勝負の意識を植え付けられてるっていう、で帰ったら帰ったで今日勝ったって聞かれるんで、勝ったよって毎回言ってるんですけど。じゃあ負けないパパだなと思ってくれてますね。そうですね、勝ち続けてると思ってる。かわいいですね。けど最近はなぜか動物の森にハマってて、多分嫁が言ってんのか分かんないですけど、パパ今日勝ったって聞かれて、勝ったよって言ったら、じゃあ動物の森やっていいってなんか聞かれるんで言われるんで。なるほど。パパが勝ったら勝ったら動物の森。この前の試合の後も、パパ勝ったって聞かれて、あ、引き分けだったよって言ったのに、動物の森やっていいってやりたいよ、お年頃。手塚家はどうですか。あ、勝ってきてねとは言われないですけど、でも仕事行くのみたいな感じで、なのところをサッカー選手してくるのみたいなとは聞かれます。ママからいつもパパサッカー選手してくるからって言われてるから、多分それをすごい真似してるんじゃないかなと思いますね。言葉遣いとかがすごいママに似てきて、ママが2人いるぐらいのことをたまに言ってきたりはしますね。間違えてママって言っちゃう。いや、それはそれがそういう間違いはしない。大丈夫、はい。この後、優勝を知る2人が描くトスでの優勝。忘れられないのはこのファンサポーターの方々の表情というか、またこのクラブでも見たいなと思いますし。 CM の後は県内唯一3校合同のチームを紹介します。今回のエンジョイフットボール、ご紹介するのはこちらのチーム。おや、なんだかいろんな色の練習着が混ざっていますが。吉岡中学校、城西中学校、諸富中学校、三校合同チームです。そう、こちらは佐賀市の近隣中学校が3校集まった合同チーム。東岡中学校13名、城西中学校6名、諸富中学校14名の計33名で活動しています。
初めは城西中学校と2チームで合同を組んでいましたが、途中で諸富中学校さんが11人足りなくなって、じゃあ一緒にしましょうかということで、去年度より中大連の規定で3チーム合同が許可されましたので、一緒に3チームで活動するという運びになっています。3校合同チームは県内ではここだけ。平日は各学校ごと、そして週末は3校集まって練習しています。単独チームでやると人数が少ないので、こういう合同練習の時にはですね、複数人数使った、11対11のゲームをチーム同士の戦いができるような練習をメインにやっています。人数が少しいるところはいいんですが、やっぱり少ないところでは練習の内容とかが限られてですね、こういう集まった時にできる練習を楽しみにしている選手もいっぱいいます。一つのチームではありますが、各校にそれぞれキャプテンがいます。合同チームについてはどう思っていますか？確かに移動とかあって大変なところもあるんですけど、自分たちだけじゃ分からないところとかもできたり教えれたりできるのでいいと思います。一チームでやるより練習にもなるので楽しくやれています。みんな声かけ合って諦めずに頑張っています。雰囲気はなんか和やかな感じ、ちょっと明るい感じ。そして東岡中学の徳富くんが全体のキャプテンも兼任しています。大変なところは、自分たちのチームでの練習はその人数が今の時より少なくて、その時は意見がある程度まとまるんですけど、3チームでの合同練習ってなるといろんな意見が出るので、それをまとめるのが大変です。最初に合同練習始まった時はもう名前を覚えるだけで精一杯で、もう今は3チームになって長いので、前よりより仲も良くなっているので活発に活動できてます。勝っても負けても最後まで笑い合える仲間にしています。学校の垣根を越えたチームワークに期待したいですね。中学まで未経験者も多いということですが、今後の目標は？まずは中大連がありますので、一生を目標に頑張っていきたいと思っています。サッカーを楽しむというところがですね、できればなというふうに思っています。さて次回は3校が入り混じる2年生対3年生の下克上 PK 勝負をお送りしますよ。じゃあもう映像を通してでしかこう優勝の瞬間って見たことはないんですけど、その優勝が決まる瞬間ってどんなものなんですか？自分は試合にあんまり絡めてない分、その、嬉しい気持ちもありますし、やっぱり悔しい気持ちの方が残るかなっていう感じです。森谷選手は？そうですね、僕が優勝させてもらった時はまず天皇杯が元旦にあって、そこで決勝で準優勝になって、でルヴァンカップも決勝行ったんですけど、そこで決勝で負けて準優勝になって、なんかずっとフロンターレはこうシルバーコレクターって言われてて、まあこの年もまたそうなるんだろうなみたいな雰囲気があった中で、最後の最後で逆転で優勝ができたので、本当に僕は嬉しかったですし、何よりも本当に忘れられないのはこうファンサポーターの方々の表情というか、なんか聞いた話によると、優勝した時にこうテープをこう投げて投げるのをフロンターレのファンサポーターの人にずっともう 何年間も持ち続けてたみたいな、それをやっとこう投げれたみたいなも話を聞いた時もうすごい良かったなと思いますし、本当に関わってくれている人たちがもう喜んでくれると思うので、そういう姿をまたこのクラブでも見たいなと思いますし、いや初タイトル本当に、ね、多分優勝っていうものを意識するタイミングっていうのが来ると思うんですけど、その時まで地道にどれだけやれるかっていうのがこのクラブには重要なんじゃないかなと思ってます。突でその優勝っていうのはやっぱり経験したいです。私はしたいです。したいです、はい。もちろん。次回は岡本選手、内山選手、ゴールキーパー2人のギャンギャンタック、お楽しみに。ワンプレイチャレンジ。
19番森谷健太郎です。僕からのワンプレーチャレンジはこれです。ポイントは最初に上に上げるときにこっちの軸足を開くんじゃなくてちょっと内側にします。跳ね上げて右足で触るときにこういう回転をかけてあげます。それをするとその後に足を回しやすくなります。森谷選手が披露したワンプレーにチャレンジしている様子をスマートフォンで撮影していただき、佐賀テレビホームページの特設サイトからどしどし投稿してください。特設サイト内のお手本動画も参考にしてくださいね。投稿してくれた動画は番組内で紹介していきますよ。みんなのチャレンジお待ちしてます。最後にサガン鳥栖ホームゲーム情報。7月1日土曜日、そう本日午後7時から第19節浦和レッズ戦がキックオフ。そして翌週7月8日土曜日は第20節セレッソ大阪をホームに迎えて午後7時30分からキックオフ。皆さんの熱い応援が選手たちの力になります。さあみんな駅前不動産スタジアムに行ってサガン鳥栖を応援しよう。It's time for giant killing.